ボー・エケルンドはスウェーデンの陸上競技選手である。彼は1920年に開催されたアントワープオリンピックの総高跳びで銅メダルを獲得した。アントワープオリンピックの総高跳び競技は9つの国から22名の選手が参加して8月15日と8月17日に開催された。エケルンドは15日に行われた予選で、 通過基準の1メートル8 0センチの跳躍に成功して17日の決勝に進んだ。決勝ではアメリカ合衆国代表のリッチモンドランドンが当時のオリンピック記録を更新する1メートル9 3 6センチで金メダルを獲得し、エケルンドはアメリカ合衆国代表のハロルド・マラーと同記録の1メートル9 0センチで並んだ。順位決定戦の結果、マラーが銀メダル。 エケルンドは、銅メダルを獲得することになった。なお、彼は1928年に、スウェーデンのスポーツ功労賞、ストーラ・グラバースマークを創設している。アスレチックス・アット・ザ・1920・アントウェル・ペン・サマー・ゲームズ・メンズ・ハイジャンプ英語に直訳すると、ビッグ・ボーイズ・バッジという意味である。ありがとうございます。